私が初めてスマッシュブラザーズ64をプレイしたのは、小学校の、1年生の時でしたが、本格的にそのトレーニングを始めたのは、約7年前です。なんか友達になんか昔のスマブラがあるんでまた始めないかって言われて、昔はよくある話で子供の頃遊んでただけなんですけれども、高校生の頃に誘われて始めて、僕の知ってるスマブラと全然違う世界で、なんていうか、ガチの対戦ゲームで、こんな世界があるのかと、その友達に勝つために始めたんですけれど、世界が広がっていろんな人と知り合って、戦ううちにこの世界で自分も強くなりたいなと思うようになって、大会とかに出るようになりました。今回コンボコンテストって初めて見たんですけど、もうとてもみんなすごいコンボばっかりやってて、とても面白かったです。でさらに、日本のジャパニーズコンボマスターって呼ばれているプリンスさんが優勝してくれたのがとても嬉しかったです。God! And the entire venue pops offSimultaneously. コンボコンテストっていうのがそもそも取り組みとしてあまり身に知ったものではなくて、もともと今回が初めてだって話なんですけれども、その取り組みがすごい楽しくて、ものすごい盛り上がるイベントで、もっとこれからもやってほしいなと思うんですけど、その時は例えば難しさとか、成功したまでの時間とか、そういう基準とかをしっかり設けてくれたら、もっと客観的に評価できて納得できるかなっていうのを思います。でもとにかく楽しくて最高でした。スーパーブームファンは本当にとても強いプレイヤーで、今回大会が始まる前の僕のその優勝予想もスーパーブームファンでした。でその予想通りスーパーブームファンが優勝して、やっぱり彼は強いプレイヤーだなって思いました。彼は、スーパーブームファンはとにかく強い、強いというのは間違いないんですけれども、他のプレイヤーと比べてとにかく勝ちに徹しているというのが非常に伝わってきて、僕はその点については非常に好印象で、あとは、スマブラと他のみんなとの交流というのは非常に純粋に楽しんでるっていう感じがして、プレイヤーとしてとても好きですね。アイゼアもとても強いプレイヤーなんですけど、彼がもっとピカチュウをトレーニングして、ピカチュウだけを使って大会に臨んでいれば、優勝はアイゼアだったんじゃないかなと僕は思っています。ちょっと今回はアイゼアはすごく優勝するために本気で勝ちに行くって聞いてたんですけれど、ルーザーズファイナルとかで結構遊んでるのを見て、やっぱりこれがアイゼアだなと、これがアイゼアのキャラクターだなっていうのをすごく感じて、彼は人間的にすごく面白いと、いつか本気の彼とプレーしてみたいなと思います。あの時の試合はとても今でも覚えています。30 seconds. Oh, jeez. Deck's so tense right now. Wait a minute. Oh, he lands in there. Oh, another one. There. 6% separating the two. 20 seconds on the clock. Dexter again padding the lead. Is this the time that you start to run? Oh, going for the downer. Oh, he just misses that nair. The crowd counting down. 5, 4. Wait a minute. Wait a minute. Wakira. Wakira. He steals it. He steals it from Dexter. He steals it at the last second. My God. What a finish. What did we just see? One little poke to take Dexter out. That was the most insane thing I have ever seen. The final game. The final stock. The final seconds. And the final hit. ポイントが 2-2 になって、残り時間が5秒で僕がパーセントを逆転した時の会場の声とか、自分の
胸の高鳴りをとても覚えています。そうですね、なんかタイム制でなんか時間勝敗が決まるっていうのがまず日本で初めてで、あ、日本でっていうか日本ではなくて、その時間が残り危ないっていう時にすごくみんなで応援してて、まあ、プリンスさんたちと一緒に応援してて、残り30秒だから、まあ、教えた方がいいんじゃないか、叫んだ方がいいんじゃないかみたいにちょっとドキドキしてたんですけれど、まあ、それで最後8秒ぐらいに頑張ってパーセント超えたっていう瞬間で、まあ、もちろんホッとして、後から聞いたらワンゲさん、ワンゲラーさんは気づいてたっていうのを知ったんですけれども、まあ、何より驚いたのがそのラスト10秒になった時に観客がすごいカウントダウンとかしてて、まあ、一体となって盛り上がってる姿ってすごいいいなっていうのを感じました。今回スマッシュコンに来ることができて本当に良かったです。本当に本当に楽しい3日間で、来年もまた来たいと思いました。スーパースマッシュコンはとにかく日本の大会と比べてとにかく規模が大きくて、みんながスマッシュブラザーズをとにかく楽しんでると。で、まあ、日本でもできたらこんな大会ができたらねと思うんですけれども、まあ、結果は残念でしたけれど、とにかく楽しくて来てよかったっていうのは間違いないです。